はい、皆さんこんにちは、カヨマリノです。今日はですね、公認会計士試験の合格発表が、最近、ございました。合格された方本当に、おめでとうございます。会計士のですね、合格発表に、ちなんでですね、その合格者のデータっていうのが、発表されるわけなんですが、それがですね、非常に司法書士やですね、法務省が、主催する難関資格試験とは、ちょっと違う、非常に特徴的だったので、これもね、今日は紹介したいと思います。公認会計士のですね、合格者というのは1335人だったそうです。今年はで昨年が1337人ですので、合格者というのは非常に安定しているなというふうに気がします。でこれにちなんで合格者調べというのが出るわけなんですが、都市別の合格者、というのが出ています。でこれは調べれば出るんですが、その他にもですね、特徴的だと思ったのが学歴別ですね。合格者のうち、この大卒が何人だったり、高卒が何人という、こういった学歴別のデータが出てたりとか、それから職業別データというのも出てるんですね。で、公認会計士の職業別データ、合格者の職業のデータの内訳というのがですね、学生が 55.4%、無職が 16.2%、そして会社員が 7.1% ということで、さすがね、やっぱり学生に大人気の試験だけありて、合格者の半数以上はなんと学生であるということがわかります。その他にもですね、年齢別ということで、20歳から25歳が何人とか、25歳以上何人とか、こういった形で、その年齢の推移というのを見ることもできます。司法書士もですね、実は年齢というのも出るんですけれども、その出し方というのがもう平成4年何人、平成3年何人ということで、多分、ね、加工するのが多分面倒くさいと思うので、ボンと貼り付けただけの、ね、データになってわけなんですが、司法書士も一応出ています。その他にも場所別ですね、東京で受講した東京の人が何人受かったとか、こういった場所別データというのも出ているので、非常に、ね、参考になるようなデータが多いなというふうに感じました。ね、やっぱり、せっかくですね、難関資格試験というのを開催するわけですから、受験票にね、いろんなことを書いてもらう方がね、よりやっぱいいんじゃないかなと思っております。私で言うと、なんだろうな、やっぱりこう何回目の受験なのかとか、そういったのがですね、やっぱり分かると、データとしては、ね、非常に面白いのが取れるんじゃないかと思いますし、その他にもですね、家庭環境とかも知りたいんですよね。受験生っていうのはやっぱ非常に大変な状況ですから、その中でもさらに人それぞれ事情があるわけですよ。例えば、既婚なのか未婚なのかとか、こういったのもやっぱりせっかく受験票を書かせるんだったらついでに書かせてもいいんじゃないかなと思いますし、その他なんだろうな、あとは収入とかっていうのもね、やっぱり受験時代の収入とかどういった感じかっていうのも皆さん興味関心あるところだと思うので、こういったのもね、ついでに取るというのはすごいいいんじゃないかなと思いました。他の資格、難関資格試験のデータはやっぱ様々見てきたんですけど、公認会計士のね、試験の、合格者調べというのはより詳細で、かつね、興味深いデータが多かったので、面白いなと思ったので今日は紹介させていただきました。そんな感じでね、公認会計士試験に合格された皆さん本当にね、おめでとうございます。はい、ということで今日はね、皆さん以上でございます。最後までね、どうぞご視聴いただきありがとうございました。